まこなこです。さて続きやっていきましょうか。この方向またいるねこの人。祝シーモアグアド老子ご成婚。今なら特別記念価格お試し版。なんか声響いてるね。そしてもう投資できなくなったのかな。なんか最初の段階で投資やってからそれ以降できてる気配ないんでね。水半減効果あるから買っときましょうか。装備はしない。これ氷半減効果。これ武器だけど魔法攻撃もプラスになる。あ、あんまりお金ないか。でこれだと多分武器の名前同じなんだけどアビリティ一つ追加でできそうだけど、まあお金がないから諦めましょう。うん、こんなところでいいでしょ。あ、このソニックブレイドはでも必要ないか。先駆けというアビリティが使える。高いと思うか。高すぎ。あ、無反応になっちゃった。これでどうだ。え、何、安くなったとかそんなことない。安くなってるじゃん、何それ。買った後にしばらくはこの値段で勝負だぜ。いやー、ぼったくられたか。やられたな。もう信用してたんだけど。ちょっと待て、確かこの辺りだ。なんすか。見せたいものがある。でもアーロンさん。すぐに済む。あ、なるほどね、通り道になってるのか。何やってるのかと思った。かけらが出たからそれが関係してんのかと思ったけど。で、なんか突然わざわざこんなところに何を見せたいのか。なんか随分綺麗な場所だね。綺麗な景色見せたいってわけでもなさそうだし。でここって普通の水じゃないのか。スフィアの原料となる水だ。人の思いを封じ、とどめる力がある。なんだ。思いが集まる場所は魔物が生まれやすい。ん？戦いになってる？戦いになってるね。とりあえずフェイスとやっといて。これは輪っかに変えて敵の様子を見る。見破れない。効かないと思うけど、ブラインアタックガードされている。ウィークチェンジ、まあ見た目何か関係あるんだろうけど、あー、わかんないな。パワーブレイク、これも多分与えるダメージ、いやそれなりに与えてるか。ファイヤー、火をやってきたってことは氷でいいのか。うん、反撃はファイヤーならばルールーに任せましょう。ブリーザーラ、うん、1800ウィークチェンジ。この色緑とかここら辺の色は関係ないのかな。関係ないっぽいか。多分こっちが攻撃やって、でその後の敵の反撃見て640。結構、あ、今見れなかった。文字早かったぞ今。なんて書いてあった。サンダーか。一応ティーダのヘイスト、ウォータラ、1800。まあでも一回で変わってしまうのか。ウォーター、サンダラ、今度は
これはユーナに変えておいて、まあ盗むを先にやるか。ウェリックのアクシュ盗む、エーテルを盗んだ。攻撃、ファイヤか、ファイだ。硬いね。リュック下げてユーナに変えて、あとは祈りやっとけば問題ないと思うけど。プレスは通常攻撃、ファイヤーだからブリザーラ。いやいやいや、硬すぎやしないかこれは。いや倒したね多分。終わってる？いや、なんか分裂した？いつまでも右下が消えないんでね。でも終わってるっぽいか。うん。音楽も鳴りやまないしで。そしてまたスフィア版。オジェクトの、オジェクトのスフィア、まさかの。というわけで、決まり以外がレベル上がってる。やっぱり戦った時間とかによって AP はなんか割り当てられてるかのような。一回出るだけじゃダメってことか。ずいぶん古いな。こりゃ中身消えてっかもな。10年前ジェクトが残したスピアだ。見てみろ。お、おう。お前、何を取ってるんだ。よくわからねえが、長い旅になるんだろう。珍しいものもたくさん見れそうだ。となりゃ、全部スフィアに記録しといて、女房とガキにも見せてやらねえとよ。この旅は遊びではないんだぞ。しかしブラスカよ、真と戦う召喚師様の出発だってのに、これじゃなんだか夜逃げみたいじゃねえか。これでいいさ。見送りが多すぎるとかえって決意が鈍りかねない。そんなもんかね。ま、おめえがここに帰るときにはもうちょい賑やかになるだろうさ。シンを倒した英雄として派手に凱旋パレードや。そろそろ行こう。夜が明けてしまう。アーロン、もう少し寄ってくれ。よし、それでいい。そんな嫌がんなよ、堅物。うるさい。ブラスカ、お前も映っとけよ。ユーナちゃんへのいい土産になるぞ。そうだな。ブラスカ様、こんなことをしていては時間がいくらあっても足りません。なーに焦ってんだか。この旅がどういうものだか教えてやろう。アーロン、なんだよ、何楽しそうにしてんだよ。続きあるみたいだよ。よう、おめえがこれを見てるってことは、俺と同じようにスピラに来ちまったわけだな。帰る方法がわからなくてピーピー泣いてるんじゃねえか。まあ泣きてえ気持ちもわかる。俺も人のこと言えねえよ。だがよ、いつまでもうじうじ泣いてんじゃねえぞ。なんたっておめえは俺の息子なんだからな。あ、なんだ、そのダメだ、まとまらしねえよ。とにかく元気で暮らせや。そんだけだ。じゃあな。
最後だけマジなフリしたって説得力ねえっての。フリではない。あの時ジェクトはすでに覚悟を決めていた。覚悟？ジェクトはいつでもザナルカンドの家に帰ることを口にしていた。風景をスフィアに収め続けたのは帰ってからお前に見せるためだ。しかし旅を続け、スピラを知り、ブラスカの覚悟を知り、そう前に進み続けるうちにジェクトの気持ちは変わった。ジェクトはブラスカと共にシンと戦うことに決めた。帰るの諦めたってことか。覚悟とはそういうものだ。なんとなく分かった。親父はザナルカンドに帰る方法が見つからないから覚悟した。本当は帰りたかったけど帰れないから覚悟を決めた。そうしないと前に進めなかったんだと思う。それにもし帰る方法を見つけたとしても途中で仲間と別れるなんてできなかったと思う。さて出発するっすよ。諦めが覚悟に変わったような気がした。ということで、ジェクトのスフィア、これ様々なところにあるってことかな。スフィアの封印が解除された。全部見つけられるかって話になるしね。で、アーロンが技を覚えた。オーバードライブ技流星。ここはもう何もないか。全部探していけるかどうかでね、一旦戻らないといけない可能性もあるし、で全部行く先にあるとは限らない。おい、なんすか。ジェクトはお前を愛していた。な、気持ち悪いこと言うなよ。しかし愛し方が分からなかったと言っていた。親父の話はもういいって。これだけは伝えたかった。そりゃどうも。ありがとう。さて、素直になったね、急に。これは左上か。さて、ここはマカラーニャッコ。チョコいるね。宝箱もあるね。こんにちは。見てくれよこれ。いつも俺一人が留守番なんだよな。ああ、はいはい。首が痒いんだな。よかったな。よくわかるな。ああ、チョコボの気持ちがなんとなく伝わってくるんだよね。もしかしたら俺、騎兵よりもこういう方が向いてんのかもな。なあ、俺、どっちの仕事が向いてるかな。これは飼育係。そうか、俺もそんな気がしてたけど、こりゃちょっと真面目に考えてみるかな。なんだろう、後でチョコを乗れるようになったらこの人が何かやってくれるのかな。というか邪魔なんだけど。どいてくんないのこれ。あー、しかも戦闘になんの。さて、アーロン HP 減ったまま。これユーナか。ヘアルラはまだなんでね。まあ見た目考えればファイヤー系だと思うけど。スノーウルフ、踊りなさい。真ん中のプリンはアイスプリンって書いてあるか、名前が。買わされてる。ブリザラ。ちょっと待って、ちょっと待って、危ない。今の買わせてくれたのは助かった。プリンの方行きましょう。一発か。となるとあそこは取れないと考えて、とっとと進みましょう。この人もなんか見たことない。リンの野郎、こんないい場所独占しやがって。婚礼のお祭り騒ぎに乗れば大儲け確実じゃねえか。ん？なんだ、俺から買ってくれるのか。
おお、そう来なくっちゃな。これさっきぼったくられたからな。これまた値段戻ったんじゃない？で、ハルバートこっちの方がアビリティが多いよね。あー、でもお金がない。これ毒防御装備しましょう。多分休憩できると思うけど、ここでみんな休んでんね。先触っときましょうか。ニコニコ旅すんだろ。うん、そうだね。頑張るよ。何が起こるかわからん。準備は怠りなくだろ。なんで声真似してんの今。やっぱよ、こんな暗い気分になる結婚って変だよな。今さらやめろよ。へん、俺はガキの頃から優柔不断でよ。あ、開き直ってるし。ヒッヒーンってなもんだ。うん、ユーナ、思い詰めてるわね。早く行こう。ちゃちゃって出発しようよ。これもう出ていいのかな。この人はユーナ様はシーモア老子とご結婚なさるとか。まずはおめでとうございますと申し上げておきましょう。しかし、いささか残念ですな。ユーナ様ならシンを倒して渚を招いてくださると思うたが。ユーナは結婚しても旅はやめないってさ。おお、それはそれは素晴らしい覚悟ですな。うん、この人もよく会うね。休む必要はないんだよね、ここで。ああ、もうなんか数多くなるとクラクラするんだよね、これ見てると。で、何を自分が持ってるかのこの個数も書いてないので、まあいいかってなっちゃう。セーブして、じゃあ進みましょうか。いいのかな、進んで。何か落ちてるね、辞書か。うん、これ氷系だから、まあ氷系ということはそれに関する武装。ああ、防御やっちゃったな、間違えて。異属性のある武装やっといた方がいいかも。ここまで分かりやすいところだとね。倒せないの今の。かわされてる。魔法の方がいいか。そんな装備があるかどうか。あ、炎属性あるね。炎攻撃。これはない。まあ、これは関係ないか。うん、これもこのままで大丈夫。で、防御も、氷に対するものがあればいいんだけど。炎は持ってない。これもう戻ってきたか。氷耐性。まあ、いいかな、このままで。あー、でもサンダーリングとか装備してるのがいるんで、これはやめましょう。氷半減。うん、特段他はなさそう。リュックはもうちょっと何か装備整えたいけど。あった。ユーナ様、お迎えに参上いたしました。こんなに早くにお返事をいただけるとは、全くもって予想外の出来事。何も告げずに留守にしたこと、シモア様に成り代わり。それはいいんです。あの、一つ聞きたいことが。何なりと。私、結婚しても旅を続けたいんです。シーモア老子は許してくださるでしょうか。それはもう、シーモア様もそのつもりでいらっしゃいます。
行ってきます。さて、グアドのしきたりがありましてな、皆様はもう少しだけここでお待ちください。ほどなく迎えをよこしますゆえ。あの、ガードはいつでも召喚士の味方だ。好きなようにやってみろ。はい。悪かったな。ん？お前のセリフだった。ユナ！了解っす。アルベド族だ。うん、ということでいきなり襲われている。笛吹く暇もなかったね。任せろ。かたじけない。うん。ユーナ様、まあ、戦うよね。これリュックの仲間じゃない？で、なんで下がっていった？リュックはもう全部言葉が通じてるね。あ、いや違う、リュックはもともと通じてたんだっけか。もう辞書で全部フォローされてるかと思ったけど。魔法庫召喚獣庫釘折れせたうけ。うん、結構でも分かってるね。通訳、魔法と召喚獣を封印しちゃうって。たしやねえ、やっちまえかな。うん、やっぱり全部集めた方が物語的には分かりやすくなるよね。あ、でもあえて分からないのもいいのかなとか思っちゃうけど。うん、魔法と召喚を封じる。あー、なるほどね。アイテム変えちゃったから内容が分かんなくなってる。これ確かひまりあたりでライブラ使うか。あ、そうだ、魔法封じられてんだった。リュックも確か見破れなかったっけか。ないね。あれ誰か持ってたと思ったけどな。ユーナもない。リーダーは、うん、これは属性ない。まあ両方とも雷有効だけど全部炎なんだよね、属性。あ、何、倒せない。これ意味ないんだ。アーロンに切り替えてダメだよね。あれか、オーバードライブあるんだから使いましょう。で、流星は敵一体、遠すぎる。まあ別に魔法を使わなくてもいいのか、倒せばね、僕の敵を。これまたコマンド分かんないよ、 X とか言われてもX が分かんないんだよな。今手元にあるのプレス4のコントローラーだからXBOX のボタン配置がちょっと分かんなかったな。あーなことやった。ワッカも技使えるな、ガトリング。ユーナだけじゃ回復間に合わんと思うけど、もう技使えばいいんでね、スロット。うん、あー、そっか、属性関係あるんだった。これ氷か、白は良くなかったな。まあしょうがない。早くワッカが倒してくれないと。まあ上倒せば魔法使えるから、それからは普通に戦えると思うんで。待って、なんでそれ連続なの？早すぎやしないか。
うん、これで当たってくれるよね。ええ、これで魔法が使えるぞ。その前に言うなで、光回復は無理だからな。レイズで起こせるからいいと言えばいいけど、魔法ビーム何それ。ちょっと待って、これ切り替えましょう。ルール、黒魔法サンダラ、ちょっと待って何それ、ちょっと待って、それそれないんじゃないの。パーロン、パワーブレーキは効くのかどうか。ガードされている。反撃か、これ反撃でダメージを食らう。レイズルール、魔法ビームを防ぐ方法は、召喚呼ぶっていう手もあるんでね、直前にね。あーダメだ、ユーナの番が回ってこない。これやったらダメだったな。かわした、カバーをやっときましょう。全部引き受けてくれればいいけど、魔法ビーム投げ払う感じになりそうだね。ちょっと待って、ちょっと待って、どういうことこれ。レイジやる時間があるかどうか。また魔法ビームか、なるほどね。これだとルールだけ生かすというのが一番いいような気がするけど、まあ、もしくは召喚呼んで、サンダー系の召喚獣あったかな。ルールが今連続魔法使えるんで、ここ一旦防御で、一旦防御だな。ユーナの番回ってくるよね。ここでレイズで起こしてからルールで攻撃やって倒せるんであれば、一気に経験が手に入る。さあ行きましょう。右のスティックぐるぐる。あ、違う、バカやった、バカやった。オーバードライブやんなかった、今。オーバードライブをやる予定だったんでね。うん、なんとか耐えてる、言うな。アーロンがダメだな、逆に。何やってたんだか。ちょっと待って、敵なんでそんな連続動いてる。キアル2回ユーナ自らやって、もうアーロンは諦めましょう。これでこっち側やんなきゃダメだったんだけど。サンダラ、さてぐるぐる回しましょう。3、 ちょっと待って、結構頑張ったんだけどな。だから左右やっても大丈夫って書いてあったから、左右今一生懸命やったんだけど、これやってくんの。え、魔法ビームもやってくんの。ハイポーション回復1000、魔法ビーム不発。あ、なるほどね、自らの魔法も封じるってことか。となるとフェニックスの方で素直に起こしましょう。アイテムもったいないとか思ってたけど、となるとあれか、普通にあれは倒さずに物理でガンガンやってった方がいいかも。リーダーはもう耐久低いからで、キマリはこれ使える。ジャンプかな。でもそこまで威力なかったと思うんだけど。243、低すぎる。なんかガトリング、弱い攻撃はやらない方がいいか。
特殊はカバウか。うん、またガトリングで敵のターンもやってきてるので、んこれ反撃のガトリングじゃなくて普通の攻撃のガトリングかな。反撃でガトリングやってきて、もう一回ボスのターンでガトリングやってきたパターンがあったのかなとか思ったけど、あれだ、防御か。もう一回防御。うん、反撃ではやってこないか。まあ、ティーダに切り替えたかったんだけど、ガトリング耐えられるでしょ。で、励ますで物理防御アップ。これで受けるダメージ減ってないな、あまり。時間かかってんね。雷系の装備、あ、そっか、装備切り替えられるから武器交換、雷系、そんなものはない。132じゃ厳しいか。ティーダは切り替えましょう。リュック特殊盗む月のカーテン、うん、リュックで手榴弾投げ込むってのも一つの手かもしれないけど、買う。ああなるほどね、こういうの使えるんだ。手榴弾ってのはないんだ。で雷有効だから元気玉、元気玉じゃない、電気玉元気ではない、電気でした。なかなか終わんないね。ガトリング祈るだけだと回復足らないんでね。まだかまだか、こうなってくるとやっぱりこういうアイテムを取っていかないとダメかなとか考えるけど、盗むその都度やるのもな。だからこういう戦い方、魔法封じられるとかね、そうしたものがあるんであればやっぱり盗んでいかないと、いざとなった時に戦いがしにくくなる。あと電気玉あとわずか一つのみ。まだか、長すぎる。アーロン HP が厳しい。ハイポーションあたりで大丈夫かな。さて幸運、全員の運がアップ。これ運アップすることによって何がプラスされるかわかんないけど、どういう効果があるか。ガトリング回避が上がるってわけでもないだろうしで、まあ、それだと素早さだもんね。辛いね。決まりでいいでしょ。決まり武器雷系、そんなものはない。あ、じゃあもう特に何もない。時間かかるね。かといってあの左上倒すかって話にもなるしな。あ、というか召喚呼べばよかったんじゃないこれ。あ、でも雷系の召喚がいないんだ、そもそも。
だからそれで、あ、違う、召喚はそもそも呼べなかった。やりたいことが全て潰されていく。いやそろそろかと思ったけどまだか。ワッカ呼びましょう。あれこの状況だと敵の、あ違う、ワッカじゃわかんないんだ。リーダーかな。あと1800、もう少し耐えましょう。1800だけか、となると1600ぐらい。1300。だんだんと削られていっている。そろそろアイテム使わないと。こればっかだね。だいたい1000ぐらい。900。当然アイテム出し惜しみしなければね問題ないんだけど、なんかもったいないとか思っちゃうからね。こう一個一個使うのもなんか無駄をしてるかのような気になってしまう。決まりが危ない。決まり倒された。いや大丈夫だな、これで回復十分でしょ。800、500、まあ400ぐらいか。あと2回ヒマリとアーロン攻撃すればね、それぞれ攻撃すればおしまい。うん、さて最後の一発、やっぱり最後決めるときアーロンが多いんだよね。今回決め台詞言わなかったね。さてどんな感じになるか。壊れた。うん、全員使ったんで AP 全員に振り分けられてポイント溜まってるね。ユーナ様、デーッカトタケシ耳打てるアナハ、マサキ、ユーナをガードし、ハッサーナ、ユーナマガミギョウツ、イーハブヤコーアナ、ガミギョウツ、ゴハスゴ、キナメネアナハ。ガードになったって言っちゃった。仕方ないよね。なんでアルベド族の言葉知ってんだ、ノア。私、アルベド族だから。あれ、私の兄貴。知ってたのか。うん。なんで黙ってた。あんた、怒るでしょ。最悪だぜ。ハン・エボンのアルベド族と一緒だなんてよ。私たちは、エボンに反対なんかしてないよ。お前ら、禁じられた機械を平気で使ってんじゃねえか。分かってんのか。シンが生まれたのは人間が機械に甘えたせいだろうがよ。証拠は、証拠見せてよ。エボンの教えだ、曲もたくさんある。答えになってない。教えってさ、もっと自分の頭で考えなよ。
じゃあ教えてくれ。なあ、どうして神は生まれたんだ？それは、わからないよ。キッ、エボンの教えをバカにして結局それかよ。でも、教えだからって何も考えなかったらこのままだよ。いつまで経っても何も変わんないよ。変わんなくてもいいんだよ。神が復活し続けてもいいの？もしかしたらそれ止められるかもしれないんだよ。俺たちが罪を償い切れば神は復活しない。どうやって償うのさ。教えに従って暮らしていればいつかは償えるんだよ。なんか話にならないね。リュック。え、これは動くのか？うん。あれに乗ろうってのか？まさかアーロンさんもアルベドじゃないだろうな。変だよ、ワッカ。兄が？リュックがアルベド族だって分かったら急に怒るなんてさ。ここまで仲良くしてただろう。そりゃ、お前。俺、スピラのことはよく知らないけど、アルベド族がどんな人たちなのか全然知らないけど、リュックはいい子だと思う。リュックはリュックだよ。リュー、アルベド族を知るいい機会、そう考えてみない？キッ。放っておけ。簡単には受け入れられない。ごめんね。あんたが謝ることないわ。さーて、行くっすか？運転できんの？決まりには負けられないっす。ワッカのこと嫌わないであげてね。大丈夫だって。ありがとう。ルルはリュックのことどう思う？私？そうね、見ていて飽きないかな。そんだけ？悪い子じゃないわ、それはわかる。だろ？ワッカもさ、それは分かってると思うんだよな。うん。ワッカも頭固いよな。エボンの教えってそんなに厳しいのか？教えのせいだけじゃないわ。え？あいつがアルベドを嫌うのはチャップのことがあったから。ああ、機械の武器使ってたんだっけ？で、やられたんだよな。みんな真のせいか。そう、親父。何？ああ、こっちの話。あのさ、シンって誰かが変身するものなのか？そんな話聞いたことないけど、どうして？なんとなく。シンは罰であると同時に私たちの罪が形になったもの。な、結局わかんないってことか。考える必要あんまりないから、逃げるか戦うか選ぶだけで精一杯よ。あんまり深いこと考えない方がいいわ。なんかさ、いいのかそれで。やっぱりあんた本当に真のない世界から来たんだね。なんかイチャイチャしてるような感じだね。リューナがいなくてよかったような気がする。で、この中入って、うん、誰これ？うん、なんでこの人たちいるんだろう。え、アルベド族の拠点なのここ？よく分かってないけど、でもいるってことはそうだよね。まあ、そもそもここどこなのか。マカラーニャ寺院か。危なかった。回復全くやってなかった。そして回復するべきユーナがいないんだけど。まあ、となると敵出てこないよね。早くセーブポイント見つけたいけど。もうルールーとか前いるね。いつの間にか。お待ちなさい、
ここはアルベド族が来てよいところではありません。この娘はユーナのガードだ。アルベド族がガードですと、信じられませんな。私はユーナを守りたい。誰にも文句は言わせない。そういうことだ。ガードに秩序は関係ない。いや、やむを得ませんな。うん、あっさりと。そしてなんか隣にやってるね。ここセーブポイントありそうだけど、どこだ。ここかキャラクターに隠れてるからわかんないんだけど。OK、会話しましょうか。おお、ガードの皆様、先ほどはありがとうございました。皆様のおかげで無事にユーナ様をご案内できました。心より感謝申し上げます。つまらないものですが、これをお納めくださいませ。なんだろう、手切れ金みたいな感じか。セルアーマー、セルアーマー、アーマーというのを誰が装備やってる。アーマーなんか誰か装備やってた。あ、これか。ピンチにシェル。雷も関係ないと思うから、こっちが切り替えましょう。来た来た。ユーナ様、やっぱりご結婚なさるんですよね。もう、からかわないでくださいよ。結局こうなったよな。嬉しくないんですか。まあ、いろいろあるっすよ。あのさ、ユーナがどこにいるか知らないか。ユーナ様は試練の前へ向かわれたようです。シーモア老師とご一緒でした。うん、なんか全員結束を変えて言ってるね。相変わらずこの人も会話できないか。お金5000。こっち側は宝箱あるね。エクスポーション、左右にあるいつもの入り口みたいな、なんか部屋はないか。小部屋は。ジスカル様、ユーナ様のお荷物のスフィアが。ん、どういうこと、壊れたのかな。どこだろう。あ、なんか会話したら物もらえた。あれ、ここじゃなかった来た場所。あ、なんかいろいろくれるね。ここではないのか。うん、まあいいでしょう、聞かなくても。遠慮することはないぞと言ってる。ん、ここじゃなかった。こっち側か。あれ、ここにいた人は。ちょっとどこ行ったかわからないので、今回はここで終えて、の前にスフィア版やっときましょう。え、アーロンここまで来てるのになんでこれ。あー、違う違う、その前に使わないと。これやってなかったんだろう。うん、こっち側。あとはアビリティ、脅す。どういう効果か分かんないけど、これはこっち側だよね。まだレベル2の解放できるものは持ってないはずなので、うん、さらに先は後でいいでしょう。移動3。あれもアビリティか。スロー。
回避アップ。うん。ここまで行っといて。ブラインバスター。HP アップ。さらにはパワースフィア、攻撃力アップ。これでどれぐらい強くなるかだよね。結構いろいろ覚えても、あんまり成長してる感じがね、しないんで。実際はしてるんだろうけど。さて、これ、ここからどこ行けばいいか、悩ましいね。上か。それとも、右側か。上は行き止まりならば、全部取りましょう。命中。まあ、通常攻撃やらないから命中関係ないと思うけど。HP アップ。で、防御アップ。HP アップだけでも、十分でしょ。ここまで戻って、リュック、ここまで行って、もうちょっとなんか特徴的なアビリティ覚えればいいけど、ここ、銭投げ。いや、お金はでも、そんな余裕ないからな、銭投げられるほど。FF5 のラスボスはね、いつも銭投げで倒してたけど、これでほぼほぼおしまい。ユーナが操作できてないのか。まあ、いずれにしろこれで、また続きは次回やっていきたいと思います。また次回ご覧いただけたら幸いです。ではでは。